もし初回でしたら全く初回ですよ。かなりの才能ですね。あら、じゃあ師匠、セッティングも完了しました、はい、どんな感じの刺繍を僕やったんですかね。そうですね、はい、まああのこういうのもありますね。こんなにいやいや、さすがにこれ師匠、これ刺繍、うん、絵とか写真とか、師匠がやらはったんですか、これは。いや、これは私の祖父、おじいさんと父と二人の共作やというふうに聞いてます。まあさすがにこれは開けませんので。これは無理ね。これは絶対無理ですよ、はい、じゃあちょっと直していただ、じゃあこちら、はい、はい、もしあれやったらここに梅の絵って見えますかね。うっすらこれありますね、はい、梅の絵、はあ、はあははあ、これ、あー、このブルーで描かれてる、ブルーで描かれてる、はい、はいはい、これをこう先ほどみたいに縦にずっと糸を引っ張っていっていただくっていうのはどうですか、ね、じゃあ行きましょう。あれですよ、寄るところからじゃないですかね。寄りますか、寄りますか、寄ってもらえますか。いや、寄りましょう一応寄りましょう。どうしますか、一応寄りますか、寄ってもらえますか、どうしますか寄りましょうなんかここだけの今変な空気になっとる。じゃあ寄っていきましょうか、はい、はい、同じぐらい寄ってきて、はい、ね、どうします、取りますか、もうそのまま寄ってもらうと。取りますか、取ってもらえますか、どうしますか取りましょうそら一回ちょっとここで結びですもん、ね、はい、バラけた、バラけた、バラけたよ。これが10本あるわけですね。そうです、これが10本だから、これを2本抜く、2本抜くわけですよ、はい、ここにも2本引きました、はい、はい、じゃあこっちにちょっと置いといて、これを寄るわけですね。4回ぐらいなんですか、ね、1回、2回、3回、はい、これで今4回ですね、はい、この状態でもう片方の方も寄るんです、うん、これを1回、はい、2回、3回、4回と、はい、そこの下の方をちょっとハサミで切っていただいて、この辺りをじゃあ、はい、いいですか、はい、はい、よし、これ多分ね、いける、これで1時間ぐらいかかるぞ。え、そもそもだってこれなんか、なんか光が、こうした方が見えない。これでも準備万端ですね。万端ですね。はい、はい、ほらとりあえずこの辺入れますね。本当に言うとそれは左手でやっていただきたいです。あ、そうか。せやせや。せや、そうですね。下からやから左手になる。行って、でこう抜きます。で、もう一回シューと、はい。大丈夫ですね。大丈夫ですか？なんか点はなってますけど、これいけてます？あ、いけてます。あ、いけた。あ、僕も分からへんかった。こっから、はい、シューっとこう行って。ズバッと、はい、ほー、あ、なんか面白いですね。いや、最初からこれだけ塗る人は少ないですよ。意外と僕上手いのかな。まあ、まずあの左手を下から出してくるっていうのが、はいはい、素人の方はなかなかできないんですよ。あら、才能はありますね。良かったっすね、左利きで。いや、なんでやねん右利きや思いっきり右利きや。シャーとシャーと優しもって、あの、なんかこう、何もないところからこう、ちゃんと一応刺繍っぽくなっていってるのはなんか楽しいですよ、やってて。上の円形がね、はい、最初やってこんな綺麗に出る人ってなかなかいないんですよ。あ、ほんまですか。うわ、こういう人、あの、どっかでやってはりましたっていうのを聞くときはあるんですけど、もし初回でしたら全く初回ですよ。そしたらもうかなりの才能ですね。あら、師匠置いて帰りますわこらこらこら持って帰れ、わしをわしを置いて帰れ。もう多分最後はちょっと針ぐらいかな、これぐらいでしょ。完成それで一回、はい、これぐらい多分ね、行きましたよ。いいね、ちょっとあれやけどな、まあいいか。師匠、どうでしょうか、一応これで立てる、はいはい、はい、いや、もう本当にこういうふうにちゃんとね、順番に一段ずつこう降りていってっていう、要するにこういう円の形に近くなっているっていうのは1回目からではなかなか難しいんで。うわー、ありがとうございます。すごいと思いますね。ほんならちょっとじゃあ久しぶりに点数聞いてみましょうか。僕のこの出来栄えの点数をね、はい、発表してもらっていいですか。じゃあ出来栄えの発表お願いします。どこ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 どん。もうパッと思ったのは90点です。おー、じゃあ先ほどおっしゃっていただいたような円の部分のこの曲線の、はい、
それと左手の使い方。ああ。1回目であれだけ使える人はなかなかいないです。ああ。どうよ。よかったですね、左利きで。いや、いやいやー、褒めてもらえたしね。まあまあ、上手でしたね。ええ感じですよ。よかったですね。ねえ、はい。じゃあ、師匠。あ、いつものやつですね。ですよ。はい、はい、はい。認定しますか？認定しませんか？いや、認定しまーす。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。では、最後にですね、師匠にとって、匠とは？私にとって匠とは、やっぱり私の父ですね。これからも父の教えを守って、できる限りやっていきたいと思います。頼糸が一度で通らぬ針の穴。おー、ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。